ツイクスはアメリカ海軍が第一次世界大戦中に建造したウィックス級駆逐艦の一隻。艦名はレビツイクス少佐にちなむ。後にイギリス海軍に譲渡されタウン級駆逐艦レミントンとして運用された後、ソビエト連邦海軍に譲渡されて図口として運用された。最終的に英国へ返還され、サンナゼール教習を描いた映画 封鎖作戦の撮影に使用された。1918年1月23日、ニュージャージー州カムデンに適行し、同年9月28日に浸水式を迎えた。この浸水式には、官名の由来となった、ツイックス少佐の孫娘ギリ,リエス・ゲッチェルが招かれていた。1919年7月28日、フィラデルフィア海軍造船所にて収益。初代艦長には、 アイザック・シー・ジョンソン・ジュニア中佐を迎えた。1919年10月、ツイクスは太平洋艦隊第4駆逐戦隊に所属する第16駆逐隊に配置された。1922年春まではカリフォルニア州サンディエゴ沖にて練習公開任務に当たる。この最中の1920年7月、識別番号 DD-127 が与えられる。 1922年6月24日、運用コストの問題や、兵員不足、第一次世界大戦後の軍縮など、複数の理由からツイクスの退役が決定する。およそ8年後の1930年2月20日、サンディエゴにて、艦長に、トーマス・エス・キングに正少佐を迎え最終役を果たす。ツイクスは、第14駆逐隊の機関となり、戦闘艦隊と共に、 サンディエゴを母校として任務に当たった。1931年2月、戦闘艦隊付偵察艦隊と共に艦隊集結演習に参加する。3月15日、演習完了に合わせて正式に偵察艦隊に配置される。なお、偵察艦隊は4月1日の艦隊再編の折に偵察部隊と解消されている。以後は、 サウスカロライナ州チャールストーンを母校とし、1933年春頃まで、第7駆逐隊機関として任務に当たった。4月1日から7月1日まで、第6駆逐隊、第2駆逐戦隊所属艦として、西海岸側の戦闘艦隊に参加。11月1日、サンディエゴの第20後代予備駆逐戦隊に移り、予備役艦となる。1934年7月1日、 第2駆逐戦隊第4駆逐隊所属艦として現役復帰。以後、サンディエゴを母校として活動し、1936年末に退役が決定する。1937年4月6日、ツイクスは再び退役し、サンディエゴに係留された。1939年9月1日、ナチスドイツによるポーランド侵攻が始まる。これを受けて、 フランクリン・ルーズベルト大統領は、東海岸側中立パトロールの強化を命じ、海軍ではフィラデルフィア及びサンディエゴに、予備役艦として係留されていた77隻の駆逐艦及び軽装海底の現役復帰に関する手続きを開始した。1939年9月30日、ツイックスは、ライマンケイ・スウェンソン中佐を艦長に迎え現役に復帰した。 第32駆逐戦隊第64駆逐隊の機関となったツイグスは11月までをサンディエゴにおける各種調整及び訓練公開に費やした。12月初旬、同警艦8隻と共にパナマ運河方面を通過して新たな母校となるフロリダ州キーウェストに移動。同地を母校として活動していた A 駆逐艦ヘレワードの援護を行う。翌月、ツイグスは 同系艦エイバンズ及び従順洋艦、ヴィンセンスと共に、床ン半島沖を通過しようとしていたオーストラリア、海軍軽巡洋艦パースの監視任務に参加。パースは、ドイツ戦績の客船コロンブス号の打歩に関与していた。1940年夏までの間、ツイクスは、第64駆逐隊機関として、中立パトロール、海軍予備役隊の訓練公開及び、 戦闘訓練などに従事した。一方、欧州戦線では1940年春頃より、連合国軍の劣勢が目立ち始めていた。ノルウェーは占領され、フランスなども、いわゆる電撃戦の下で敗北しつつあった。また、ドイツ海軍は、大西洋において、潜水艦を用いた、通称破壊作戦を展開し、イギリスでは商船及び護衛艦船の損害が増加しつつあった。 その後のフランス降伏を経て、イギリスは単独でヨーロッパにおけるドイツの躍進を足止めすることができなくなった。ノルウェー周辺海域での戦いや大西洋上の通称護衛、ダンケルク鉄対戦などに投入された結果、イギリス海軍では駆逐艦が深刻なまでに不足し、ウィンストン・チャーチル首相がアメリカに支援を求めることとなる。これを受け、1940年夏までに、 ルーズベルト大統領は、英米の相互協力を決定し、駆逐艦、基地協定の締結に至ったのである。この協定において、アメリカはイギリスに対して、全体戦中に建造された旧式駆逐艦50隻を提供し、またイギリスはアメリカに対して、西半球に存在する英海軍基地について、以後99年間の使用権を認めていた。ツイクスも、 イギリスへ引き渡される50隻のうち1隻に選ばれた。1940年10月16日、カナダのノバスコシア州ハリファックスに移動。アメリカ海軍の艦隻簿からは1941年1月8日に削除された。1940年10月23日、イギリス海軍に引き渡されたツイグスは、HMS レミントンと解消され、新艦長として、 W.E. バンクス中佐を迎えた。その後、ニューファンドランド島セントジョンズに移り、11月4日に、第4、タウン艦隊の一席として、北、アイルランドベルファストへと向かった。公開途中の1940年11月5日、レミントン及び第4、タウン艦隊は、HX-84 戦団と、ドイツ海軍のポケット戦艦アドミラル、シェイアの交戦に遭遇する。 この戦いで武装商船 HMS、ジャービス米を含む6隻が撃沈された。レミントン及び第4、タウン艦隊は生存者の捜索を行ったものの、一人も発見されなかった。ベルファストを経由し、レミントンは11月15日にイングランドプリマスに到着した。レミントンはデリーを拠点とするウェスタンアプローチ艦区指揮下の第2護衛艦軍に配属された。 1941年より大西洋における戦団護衛任務に参加する。9月11日、SC-48 戦団の護衛任務中に、グリーンランド東沿岸沖へと展開したレミントンは、駆逐艦、HMS ベテランと共に、独占水艦 U-207 を撃沈している。 1942年3月27日、他の駆逐艦3隻と共に、中東向け兵員輸送を担当していた WS27 戦団の護衛任務に従事している。最中、レミントンは、独占水管 U-587 を撃沈した。1942年8月から9月にかけて、レミントンは、イングランドのハートルプールにて、改装工事を受け、 その後大西洋での戦団護衛任務に復帰した。11月12日、パナマ戦績の小船部キャナンが独占水管 U-224 に撃沈される。それから13日後、航空機に支援されたレミントンが同船の救命艇4隻を発見し、乗組員17名を無事保護した。1942年10月、レミントンは、 カナダ海軍に上渡され、西大西洋における戦団護衛任務に投入された。1942年末から1943年初頭まで、この任務に従事したレミントンは、非常に過酷な環境にさらされた。1943年1月22日にハリファックス軍港に入港した時、レミントンの環境から選手楼甲板までが着氷状態にあり、 薄いところでも2フィート、厚いところでは10フィートもの氷が張っていたという。1943年5月14日、レミントンは、米倉海底アルバトロスと衝突事故を起こして、ハリファックスにて修理を受け、月末までに任務に復帰した。6月27日、ノーフォーク分校に移り9月までかけて、完全修理を受ける。12月22日、ハリファックスを出港。 A 本土到着後、A 海軍に復帰する。スコットランドのロサイスを拠点としていくつかの作戦を遂行した後、レミントンは予備役艦に指定されたイン側に係留された。1944年6月16日、レミントンはソビエト連邦へ対応され、図口の官名が与えられた。その後1949年までソ連邦艦として任務に従事し、1950年に 英国へ返還された。その後、サンナゼール教習を題材としたトレバー・ハワード主演の戦争映画、封鎖作戦の撮影に使用され、駆逐艦、HMS、バラントレイを演じた。バラントレイは実在の駆逐艦、HMS ・キャンベルタウンをモデルとしており、レミントンはすでに解体が決定していたために、実際のキャンベルタウンと同様に煙突を切り詰める。 などの大幅な改造も施された。1951年7月26日、ウェールズニューポートにて解体された。ありがとうございます。